どうも、しげしげです。本日も無課金サブアカしげパズやっていきましょうということで、本日からヒロアカコラボが復刻しているということで、チャレンジをクリアした後にガチャを引いていきたいと思います。ちなみにこのチャレンジクリアするとまた1回無料ガチャがもらえるということで、まずこのダンジョンからやる方が多いんじゃないかなというところですけれども、私が挑戦するパーティーは竹道デイトナということでやっていきましょう。やりながらパーティーを紹介していきたいと思います。まず竹道変身して、デイトナ変身して、ハンスからの2ターンヘイスト、2ターンヘイスト、はい、これでもう軽減ループも始めて、はい、盤面はね、二色陣なのでこれで突破。いやー、ヒロアカコラボ結構まあ評価分かれてるコラボだなという印象があって、まあその例えば変身キャラにせよ、変身前スキブ持ってなくてちょっと使いづらいよねとか、あとまあ汎用的なキャラっていうのがそんなにいるわけじゃなくて、でもなんか面白そうなキャラがいっぱいいるみたいな、そういうコラボなんですよね。だからまあちょっと評価分かれてるのかなっていうところはあるんですけど、個人的にはね、昨日の動画も出しましたけど、オールマイトやっぱ楽しくて、まあ結構その編成難易度というか、まあ、真っ白がほぼ必須になっていたりとか、そういうのはあるんですけど、まあ、逆に言うと持ってるとめちゃめちゃ楽しく使うことができてっていうのでね、そのメインアカウント昨日久しぶりにランク上がりましたよ。まあ、何をやってるかっていうところを紹介すると、オールマイト、違う、硬さでオールマイトで裏修羅をやってるんですけど、それがまあ1コンボとかで済む場面が結構多くて楽で楽しいんですよね。まあ、これまでもそのなんちゃらデイトナみたい なんちゃらデイトナじゃないわ、なんちゃら硬さでなんちゃらみたいなので行くと、まあ、それこそデイトナとかね、いろいろありましたけども、デイトナだとやっぱりコンボ入るじゃないですか。そこがね、やっぱり 50% 以下強化っていう覚醒の特徴が存分に発揮されているというか、やっぱり1コンボで済ませられるとこは済ませられるしっていうのがね、とても楽ですね。いやー、これ火水消せなくなりましたが、わざわざ解除しなくてもこのままいけそうだな。というかあれか、ウェイで消せない回復洗剤ついてるんで、ウェイで回復しきれるかな、これは。消せないが解除できるということは、まあこんな感じで消えるか。よーし、まあ、デイトナの良さもね、もちろんありますよ。別にデイトナとオールマイトを比較はしてないです。例としてって感じですね。はい、この次はバトル6。ああ、いいね。いや、結構ね、爆豪とかもそうですけど、ああ、火光吸収、あ、ハンスが吸収、属性吸収対応する、 OK。 そう、新しい進化、分岐進化みたいな感じの、分岐でもないのか、まあ新しい形態が追加されたキャラに関しては、まあ、変身キャラじゃなくなってるっていうのもあるんですけど、まあ使いやすさはあるんじゃないかなと思っていて、そのあたり欲しいですね。まあ性能云々よりやっぱりさ、原作が好きかどうかだと思っていて、それ言ったらもうね、解説も何もいらなくなっちゃうんですけど、原作好きなガチャはやっぱり引くべきなんですよ。なんでかって楽しくなるから。やっぱ結局そこなんよね、結局そこ。はい、いけ。あ、超根性もしか飛ばせないっすね。場面ロック、ここからの、あ、何もしてこない。まあ、このアカウントは奇跡的に、まあ、たまたまね、ほんとたまたまあれなんですよ、オールマイト持ってたりするんですよ。あれ交換したんだっけ、ちょっと前回のガチャの記憶がないんですけど、まあ、奇跡的に持ってたりするんですけど、まあそれこそ真っ白持ってないから、一応ね、まあ、今回の究極に進化させたものの、どうやって使おうかなって悩んでるところです。まあ、本当にね、その真っ白持ってない方のためにも、どうにか使わないパターン、真っ白使わないパターンの使い道を見出してあげたい気持ちはあるんですけどね。やっぱり一旦事象は強いよ。でなおかつ盤面もさ、
まあ、6色陣がついてくるわけで攻撃色も回復も確保できるじゃん。あんなんずるいよ。はい、私が来た。盤面でいけるでしょう。ウェイはしっかり入れてあげて、はい、90% 減張ってるけど足りるでしょう。ああ落ち込んでウェイ。よいしょ。僕の普段使いはもう最近もっぱらこのパーティーですね。でここにじゃあヒロアカ何か入るかって言われると入らねえな別に。木を使ってこれ無交換スキルですね。いや木をマジで交換してよかった。はい行きましょう。いや木を交換するときもちょっと若干の賛否両論がありましたけども、僕の中ではとても交換してよかったと思うキャラの一体です。よしナイス分割倒したでしょう。これは火力注目です。はいいい火力クリアかな。よしではガチャいきましょう。さあ無料配布分72個ということで12回引けるかな、石6個ガチャなんで。はいその前にメール引いていきましょう。あそうだ、式神使いとあやかしガチャもこれ引かずに残ってたので引くんですけど、これで真白出たら神だよね。出るわけがないんですけど、まあ、真白出たら神だよね。あ出てくれよ。いや真白をガチャから狙うは無理よ。 3% 1点狙いは無理よ。はい、まあ、気を取り直してヒロアカコラボガチャ引いていきたいと思います。その前に所持キャラこんな感じになっております。ガチャキャラでいくとエンデバーミリオがいて、まあ、飯田くん、つゆちゃん、レッドライオット、トゥワイス、トガヒミコ、ダビって感じですかね。あーこれ相沢先生か、もう武器になってますけど、はいこんな感じです。まあまだまだ欲しいキャラいるよねっていう手持ちかなと、個人的にはね、やっぱりヒロアカファンからするとねそう思うわけですよ。なので石を全て突っ込みます。もうそこにもう効率だのなんだのね、引くべきだのどうだのは関係なくて好きだから引く、そういうことです。いきましょう。メールから、はい、新キャラください、初ゲットください、新キャラください、初ゲットください。金だとおー八百万、これ今日の夜ワンセットガチャ上がると思うんですけど、八百万だけ結局出なかったんだよね、星5なのに。そういうことも起こりうるわうるわ。ということでこの性能はね、どうなんでしょうね。まあでも3ターンで消せないを上書きできてダブルドロップ変換みたいな感じで使えるのはおもろい。うん、たこ焼きもねめっちゃ搭載できるし。はい次これ頼むよ。メールからダイヤが出ても面白いんじゃない、私が来たっつってね。はい金卵です。あーおちゃこは武器だよねやっぱり。あ初ゲットらしい。武器の汎用性はめちゃめちゃ高いと思います。 HP 詰めてバインドも付与できて、属性吸収無効の指2倍のドロリフもついてるんで、これ結構活躍するんじゃないかなって思っておりますよ。手持ち少ない方こそね確保しておきましょう。星5なんでね。さあ12回、運命の12回、お願いします。ダイヤ何個出るかな、ダイヤ何個出るかな。おいナイスダイヤからのオーケー、新キャラかつ人気キャラナンバー2ヒーローホークス、ヒーローが暇を持て余す世の中にしたいんですよ。いやこれぐらいのスタンスのヒーローが大好きで、僕は語り始めたら長くなりますね。まあ、性能で言うと本当に副属性木だったらめちゃめちゃ強かったなっていうのがあるんですけど、まあキャラデザイン的に木火だろうなっていう感じは否めない。はい、ただまあ2ターンスキルでね木めっちゃ供給できるし、そこの副属性が気になるのであれば副属性変える覚醒も今後来るそうなんで、それで木にしてあげるとまあ面白いんじゃないかなって思ってます。いつか使いそうだな。でもやっぱ変身前のスキブなしきついよな。はい、あと11回、あと11回全部ダイヤでコンプ、全部ダイヤでコンプ。金からのおお、ナイトアイ当たり、あざっすやば、嬉しい。いやナイトアイもともとロック状態で落ちてくるやつを使いながらっていうので一時期使ったこともあったんですよ。でその下のね3種全回復、3種回復スキルが
全回復になった。これまで5ターンだっけ7ターンだっけ5ターンかとかだったんですけど、全回復になったっていうところでまた使いやすくなったんじゃないかなっていうのと、武器がやっぱコンボ強化とチーム HP 強化っていうね、まあ、デメリットなしで HP も漏れるっていうの とても偉いと思います。よし、なんならもう1体欲しいもん。よし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 、当たりの波が来てる。このまま行こう。このまままた欲しい。ああ金なら新キャラ、金なら新キャラ。ああ飯田くんは大丈夫です。いや別に飯田くんが嫌いなわけじゃないよ、もちろんね。武器優秀だよ、2ターンヘイストだからね。作っておきましょう。はい、いや2ターンヘイスト持ってるのは偉いんだよ。結局結局ヘイスト威嚇が強いからこのゲーム。ナイスダイヤ、いいペースできてる。ありがとう、本当本当にありがとう。ホークスホークスガチャだ。まあ、武器も作るか、一応ノーチラスとかで4ターンで相手の属性変えられるんで、このフロアの非属性の敵、例えばなんかセイナしんどいわっていう時、これねノーチラスの後ろに積んでても、まあ、4ターンなら貯めようと思えば貯められるわけで、そこで使ったりとか、そういう感じになってくるんじゃないでしょうか。はい、いやもっと他の欲しいよ、いろいろ欲しい、いろいろ欲しい、いろいろ欲しいんです。まあでもホークス2体、ホークスループできるか、使うのかな果たして。飯田くん挟むね、飯田くん挟みながらの次ダイヤ、飯田バサミ。あ、飯田バサミがずれた。あー戸田卑弥呼ね、戸田卑弥呼は結局この本体でも一応戦えるようにはなったけど、変身するとガラッと変わっちゃうからね、これ系使いづらいよね。はあ、いいね。さあナイスダイヤ、来てるわ、これは来てる。お、プレゼントマイク、マジか。いやこれもワンセットの中で引けてないんですよね、ワンセットガチャの中で。マジか。いやこれはもう周回系の性能なわけですよ。無効化スキルも持ってるし、だからそうか、このアカウントがサフィーラッパとかを普通に組みたくなった時に無効化役、あ無効化スキル役で、まあ、無効化はできるからねサフィーラ、無効化スキル役でもう採用がワンチャン出てくるかなっていうキャラで、基本的には周回系だと思ってますよ。はい、武器は無効化武器、無効化武器、どうなんだろうな、無効化スキル搭載すればよくねってなっちゃうからね。あと5、いやでもとてもいい感じにダイヤが引けていて僕は今楽しい。おはー、ありがとう。あ、いや新キャラ2体引く縛りでもあるんかな、ホークス2体プレゼントマイク2体。まあ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 、まあ、嬉しいですよ、もちろんもちろん金が続くよりそれは嬉しいですよ。武器もしっかり作ろう。天才か、もしかして天才か。おー先生、オールフォーワン引いちゃった。これは使うか、使うか。同様にあの変身前スキブ持ってないっていうのが若干の足を引っ張り加減が否めないですけど、やっぱり強いよ。副属性込み無効感火力しっかり出せて、でこのね炎波と変換だけかと思いきや回復力上昇までついてるんで、それは普通に優秀だよ。いやこれはいいの引いたんじゃなかろうか。ちょっとパーティー考えます後で。いやーすごいね、いや乗ってるね、シゲパズ乗ってるね。今日あと3回で3回ダイヤ引きまーす。私が来た、来なかった。金卵からの、あー雷、新キャラですね、初ゲットです、ありがとうございます。これなんかスキル若干物足んないよね。威嚇とランダム光3個生成6ターン。なんか、ここだけ一昔前のパズドラ感感じるんだけど、武器のせいかな。武器が、列武器で列変換持ってるんで、これは面白いよね。はい、あと2回。頼む。まだ、まだダイヤくれ。ダイヤくれ、ダイヤくれ。頼む。いやー。まあでもトータルで見たらいい感じなのかな。トゥワイスは3体目か、武器作ってって感じですね。ラスト、はいはい、頼む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 
いやーそうかー、いやでもまあ全然、あー TWICE 連続、なるほどね。いやでも全然勝ちだと思ってます個人的には。はい、ヒロアカの入手順で八百万からかな。はい、ダイヤでいくとホークスが2体のプレゼントマイク、2体のオールフォーワンということで、サイレア引いてるしね。いや全然良かったんじゃないでしょうか。皆さんの結果もぜひコメント欄で教えてください。いやこの後ね使ってみてを考えるのが楽しみです。そちらもぜひお楽しみに。そんな感じで本日は以上です。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。